ちは。京 NT タイランドの諸角です。本日はステート工業の中根社長にお越しいただいております。中根社長とは、日本の、頃からのお付き合いをいただいておりまして、約20年のお付き合いとなります。ステート工業さんは、ブラシの製作をしておりまして、弊社は、切削を行う中での、特にバリ取りの工程で、使わさせていただいております。日本にいる時から、弊社の、工程改善、あるいは、バリ取り作業においての、工程の、見直し等々の時に、非常にですね、いいご提案をいただき、こういったものを使うことで、コスト削減をできております。タイの工場では、今、現状はマシニングセンターでの加工で、まず使わさせていただいております。加工時に起きるバリですね、起きた時点で、なんとか機械の中でバリ取りを行いたいという中で中根社長に相談したところ、うちの加工の工程に合うバリ取り用のブラシの設計をしていただきまして、その設計させていただいたバリ取りのブラシを使っての加工を行っております。非常にですね、バリ取りの工程の中できちんとしたバリ取りができ、さらに品質の部分でも良いものができているというふうに思っています。我々の提供している工業用ブラシは、バリ取りや、洗浄、清掃、カバーなどに使われ、様々な業種で使われております。ブラシは表面を払ったりですね、ポリッシャー的に磨いたり、穴の中へ入れたりですね、様々な形状で、いろいろなお客様の困ったところに対して、解決をしていくツールでございます。20年前からお付き合いさせていただいている諸角社長から、工場の中で使われるバリ取りで、部品で出てくるバリをどのように取るという相談を受けまして、一緒に考えながら、形状を作ってテストを行って、ブラシを採用していただいて、長きにわたってご購入いただいております。当社ではここ最近、新しいコンセプトのブラシ、従来の形状、従来の構造ではない新しい構造のブラシを開発し、今年入ってから、展示会等で、新型のコンセプトを、提供、紹介、販売していくように、今活動しております。